高尾光子は日本の女優、元子役である。本名は高尾光子だが、婚姻後は武田光子と名乗った。旧芸名は高尾光子である。1915年7月22日、兵庫県西宮市に高尾光子として生まれる。東京府東京市に移り、1921年、父親が勝負を務める日活向島撮影所に子役として入社する。 同年2月16日に公開されたサイレント映画、嵐の前に、出演、ついで同年6月14日、公開、山本義一、小山の東武雄が主演した、恋の墳墓に、高尾道子の名で出演して、万五歳で、スクリーンデビューを果たした。同年5月1日、松竹キネマが前年に開設した松竹、蒲田撮影所に移籍、高尾道子に改名し、 加古山無監督の月白、大久保忠元監督の地蔵物語等に子役として出演する。1922年4月1日、旧姓、鎌田小学校に入学する。1923年9月1日の関東大震災で、同撮影所は壊滅、京都にある松、竹下鴨撮影所に、同撮影所全体で移動、現代劇作品に出演した。 翌1924年には、鎌田が復興し、東京に戻る。牛原宇津彦監督のオムニバス、子供の世界の第3編で主演、以降、主演作が増える。1928年3月、鎌田小学校を卒業。卒業後は、横浜の個人英語教授に通う。舞踊については、沢村の利久八に指示する。子役から脱皮し、 娘役を演じられるようになると、1933年10月、小畜下下も撮影所に移動し、時代劇に出演、高田光吉や市川歌右衛門の相手役を演じた。1935年、小畜を退社して、PCL 映画製作所に移籍、トーキーに出演する。同年、イギリス領ビルマとの合作映画で、ビルマ映画の父と呼ばれるウー、ニップ監督の、 日本娘に出演する。1937年7月1日に公開された、滝沢栄介監督の東海道は、日本バレに出演したのを最後に、万22歳の誕生日を目前に、映画界を引退、同年、東京劇団に入団して、舞台演劇に進出した。第二次世界大戦終結後の1955年、稲垣博監督の旅路で、久々に、 映画界に復帰した。脚本家と結婚して芸能界を引退し、1970年代は東京新橋のカラス森口で焼き鳥屋を経営し、娘と孫の三人で暮らしていた。孫娘は杉田香ると児童劇団の劇団若草での仲間だったという。1980年11月26日死去した。万65歳坊すべて出演。 特筆以外、高野光子名義、個別作品の制作書表記は、レンタル出演である。ありがとうございます。